やった、猫猫。よし、そしてちょっと、はぁ、せっかく猫になった意味。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はね、ちょっとルイージに変えてみた。なんとなくなんとなく変えてみた。見て、緑の猫。はい、ってことでワールド4の1やってこう。ワールド4の1、アリ兵の巣穴。レッツゴー。そう、このアリがものすごく見たことがある。うぃ、そっか、登ってくるんかちょっと焦った。この上なんか、あ、この上まで登ってくるってことよね。あ、ゴー。あれ、この上には登ってきよる。あ、でも折り返していくんかな、あれは。何かしらアイテムを。猫猫。で、これあれやねん、この辺とか。うえ、いやー、なんかあれやな、普通に壁とか登っ、キャー、痛い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 やめてください。よいしょ。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、一人で何をしているんだ。お、こうか。待って、めっちゃいっぱいおるんやけど、嫌だわー。おっと、ヘルメットをかぶってるやつまでいるじゃないか。よいしょ。このまま、もしかして上に何もない。ちょっと待って、ペイ。スターとかスタンプとかどこにあるのかしらね。ないね、今のところ。あ、スタンプ。え、あんなところに。やだなやだな。あれか、パンチすればいいか。ケイケイケイ。お、いいね、これで倒していこう。こいこい。あと君ら2匹だけだ。うっしゃ、オッケー。なんか風の流れがあるね。あとはスターなんだけども、こっち側、あ、びっくりした。こっちなんかありそう。やったー、あったー、イエーイ。1個目。何これ、これでいけば倒せるでしょ。あー、なんてこと待って、うー、危ねー。このサブテンちょっと気になってんやけどさ、なんかあるんかな。あ、あんなところにスター。でも下なんかすごいトゲトゲなんですけど、あれはどうやって行けばいいんでしょうかなんかすごい巨大。何、どうするのこれ、乗ってくの。よいしょ。ちょっと、あ、待って、こっち行く。土管が、あ、ここに2つ目の。なるほど、これどういう状態。え、これさ、あ、こういうことか。なるほど、猫じゃないといけんかと思った。そんなことはないね。はい、で出まーす言ってもいかんけど。ふう、これは一体どこから出てきたんだろうか。とりあえずちょっと、よいしょ。はい、やった、猫猫。よし、そしてちょっと、はあ、せっかく猫になった意味。はあ、全然なかったわ。おっと、これ、うわ、あ、怖い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 。ああ、助けてください。待って、取れない。やった、取れた、取れたけどなんだか時間がやばそうな感じ。ごめんね、目痛くない？確率に痛いよね。あー、待って、落とさないで。てっ、あ、危ない。ふう、もう時間が、もうゴールかな。今回私完璧やん、イエーイちょっと待って、ペイ。あ、で、あ、おお、なるほどねなんでそんなとこにアリおるんかと思ったけど、そういうことか。イエーイ、
コースクリアー。ふぅ、全部ゲットしたよ。スタンプもスターも。よし。あ、なんか小さい島がいっぱいある感じなんやね、ここは。よし、ワールド4-2。のびのびパックンの沼。あ、なるほど。茎の部分が、うわー気持ち悪い。伸びるやつや。このタイプのパックンさ、あれじゃない？あー見えてなかった、ちゃんと。キノピオ隊長でよく出てきた気がする。いやー、助けてー。ちょ、早くなんか、あー、キノコ。よし、オッケーオッケー。何？急激に寝た。え、さっきから寝よった？よし。なんか結構足元ツルツル滑る気がする。そんなことないかな。ひえ、気持ち悪いよー。よいしょ。なんだなんだ、どういう状態。あ、これでいけるのね。はい、来たー。まだ一個もなんもないね。とりあえず上に乗ったら起きる。ひやえ、また寝るんかい。そういう感じ。お、あー、助けていい。ぴょんぴょんぴょんって行きたいのに。あれ？よいしょ。ちょっと助走が必要やったよね。無理なんですけど。ああ、戻ってきてしまった。そして消えた。ああ、ファイヤーがなくなった時やったわ。つら。つら。ちょ、ファイヤー、ファイヤーが欲しい。とりあえず、おお、輝いているわ。あ、水？水だ、水だ。とりあえず引っ込めとく。え、なに、どこに行けばいいの？あっこか？とりあえず、あっこっぽいね。待って。違うんかな。水ルートでも行けるってことか。お、スタンプ。いえ。よし。今回全くスターをゲットできていないんだが。お、やったね。再び。え、うわ、どんどん流れていきよる。待って。ねえ、あの鉢先に倒しておきたい。え、無理なんすか。くっそ。よし、ここはちゃんと安定してるんか。安定してるのと流されていくのがある。あ、いやー待って、見えてなかった。普通に見えてなかった。やばくね。よいしょ。待って、あと1個。やったー、初のスター。これは流れていかないところか。うん、いね。はあ、ファイヤーが欲しいです。あ、くそ。待って、こんな落ちそうなギリギリのところ。これはいつまで無敵なんすかね。おー、いけた。もうゴールなんじゃない、これ。じゃないじゃない。神々しい光が降りてきておる。ほらほら、多分これ。ここを通っての。いけーい。イェーイ。その姿勢で寝るの絶対きついやろ。首が。首なんかな、あれ。わからんけど。ふぅ。コースクリアー。ただの土管。イエーイ。
お、これで次キノピオハウス行けるやん。なに誰え、なんかめっちゃゴローンみたいなんてきた。よし、行くか。じゃあ、ちっこい方でお願いします。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。やったー、いっぱい出てきたよ。イエーイ。へへへ。あの白いタヌキマリオは無敵タヌキマリオってこと？謎。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあ次はこのなんかゴローンみたいなやつと戦って、で手前の島に渡ってくるってことかな頑張っていこう。なんか前までのワールドに比べてミニゲーム的な要素が少ない気がする。いや、まだ始まったばっかやけど。